到着します。早いね、1時間で来れるからあっという間。実家に1回帰って、いろいろ準備をして、リークスストアで DJ をします。今日の DJ の現場はこちらです。リークスストア静岡店です。これそうですね。やばい、そう、これだか私いつの2016年です。やばすぎる。静岡ですか？静岡です。同じぐらいですか？20ごめんなさい、4。あ、1個下？あ、1個下だ。でもその時私全然静岡のカラーとかも知らずに、キャリーちゃん好きで、私知ってると思って。嬉しい。知ってたの？そう、とホーム画面にしたんですよ。かわいい。いやでも似てるかもしれない。おはようございます。昨日の夜はちょっと静岡で遊びすぎました。今朝起きてそのまま、横浜馬車道に着いて、今日は今から、グリーンルームフェス DJ をやっていきたいと思います。頑張ります。タコスを買いました。ぬるいビール、ね。うん、いただきます。わ、もうね、今風味がやばかった。最近顎関節症みたいで口赤いよ。頑張って。うまっ。謎の物体。山賊焼き。山賊焼き。早く。うまい。うまい。終わりー。お疲れー。お疲れー。明日も楽しみございます。朝の8時です。来ました。今日から今から寄り道市場、全然ね、化粧する時間がなくて化粧できてないんですけど、会場着いたら化粧をしていきたいと思います。とりあえず今から寄り道市場頑張ります。とりあえず行ってサウンドチェックして、お化粧して、本番って感じになるかな。頑張ります。今 DJ が終わってサウナ入ってきました。めちゃくちゃ気持ちいい。なんかバスサウナっていうバスでサウナやってるやつがあって、私服だけど入っちゃった。めちゃくちゃ整ってる今、ちょうどいい。着替えてちょっとライブを見に行こうと思います。最高。Yeah, lay back, lay back, lay back. 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 L
的必要，无必要，正在运行的。啊，古着屋啊，富美さんのお店。啊，うわ最高なんだけど。素敵。雑貨がいっぱい。延命ランドっていう滋賀の雑貨と古着とか扱ってるお店らしいです。滋賀に行ったら遊びに行きたい。かわいい。延命ランドって名前が面白いね。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。ここで7月の DJ 告知をさせてください。普段ね、YouTube ではあんまり DJ してる姿を見せてないんですけど、結構都内や、大阪も行くね。今月は静岡もまた遊びに行くし、いろんなところで DJ で駆け巡ってるので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいです。ということで、今後はね、 DJ の様子も YouTube アップしていこうと思うので、ぜひこの Vlog 面白かったなって思った方はチャンネル登録といいね、コメントの方よろしくお願いします。ということで皆さん最後までありがとう。